違う、違ったよ、はい、はいはいはい、ベータです、すいません。皆さんこんにちは、神奈川市向井でございます。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。ですね、この間のニュースの件でですね、私山本太郎事務所に電話させていただきました。で、山本太郎言ってますよね、就任して3ヶ月、自分の取り組んでいる問題が遅々として進まない、その焦燥感から直訴に出たと。そこでね、私山本太郎に聞いたんです。まあ山本太郎事務所の人間に聞いたんですけど、当然タイムスケジュールがあって行動してるんですよねと。ところがね、事務所の人間言うんですよ、いやそういうの今回ないですねと。おかしいでしょ、山本太郎は1年生議員ですよ、1年生議員、任期はね6年もあるんですよ、6年。その中でね、はい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 、皆さんね、あのなんかちっこいのがギャーギャー言ってもね、いいから気にしないで、気にしないで、気にしないで、ね。まあね、あの外野の皆さんもね、盛り立ててくれてありがとうございます。どうもね、わざわざすいません。よっぽど暇なんですね、こんなこと言ってね、捕まって排除されるためにわざわざやってくるなんてね、どうもありがとう。ありがとう。あのそろそろ話戻してもよろしいですかね。はい、それでですね、1年生議員の山本太郎、彼の任期は6年でございます。普通考えてみてください。彼は6年の任期の中でね、できることってもね、限られてくるんですよ。ましてや1年生議員で自分のやれることをね、最低限やるためにはね、まず今の段階では何をしなければいけない、そしてこの先につなげるためにはどう行動する予定である、そういうスケジュールを立てていかなければいけないはずなんですよ。それがどうですか、たった3ヶ月ですよ、3ヶ月。ね、何を焦ってるんだ山本太郎と聞いたところですね、まともな答えは返ってきませんでした。ね、普通じゃないんですよ。でましてやね、山本太郎はね、我々のまあ選挙で選ばれて、まあこの中にいる方でね、山本太郎に入れた人多分いないと思うんですけど、それでもね、国民に選ばれてああやってね、参議院議員になったわけじゃないですか。彼の権限ってのは我々の持ってるものよりもはるかに大きいんですよ。その権限を行使してね、問題に取り組まなければいけないのは山本太郎、ただね、張本人は山本太郎なんですよ。それをね、たかだか3ヶ月でね、3ヶ月なんて足場固めですよ、足場固め。で、その中でね、自分の限界を感じて、俺はもうダメだ、もっと偉い人に頼まなきゃいけないと思って天皇陛下に泣きつく。何を考えてるんだと。60万人との約束があるんで、うんぬんと言うんだったら、まず全力を持って行動すべきは、他ならぬ山本太郎ですよ。あいつね、勘違いしてるんですよ。結局ね、あいつの取った行動ってのはね、義憤に駆られた義挙だとかなんだとかいうバカがいますけど、自分にはその能力がありませんって認めて逃げ出そうとした、ただそれだけのことですよ。違うんですか、やつは逃げようとしただけですよ。で、後からどういう問題になるかもとりあえず考えないで、一番頼めそうな偉い人って誰だろうって考えて、ああいうバカな真似をするんですよ。天皇陛下が国事行為に直接手を出すことができないことぐらい、国会議員なら普通わかることでしょう。そんな基本もないまま国会議員だという面をしてやってることは、結局べくれてるから食べ物は食べない、こんなことを言うんですよ。この弁当べくれてるかもしれないから、お取り寄せ弁当をもぐもぐさせていただきます。バカかと、ふざけんのもほどほどにしろ。結局ね、こうやってね、差別してるんですよ。彼が言ってるのは東北だけじゃないんですよ、関東の食べ物だってやばいって言ってるんですよ。この関東で生きてる我々にね、お前たちは汚染されてんだって暗に言ってるのが山本太郎です。こういうことをね、一日でも早くね、国会から引きずり下ろす、これはね、選んでしまった我々国民からのね、意思表示ですよ。今日はね、その意思表示をしっかりしていきましょう。
それからね、あの先ほど来たみたいなね、なんかね、変なやつ、ああいうのにね、もう絶対手出さないでくださいね。あのああいうバカはですね、結局、いやー、俺警官に止められちゃってさーなんて仲間内でね、飲んでね、英雄気取りするのが関の山ですよ。ね、そんな程度なんですからね、我々が手出してね、なんか持ってかれるようなことになったらね、我々が損をするだけです。ね。おちびちゃんのね、ちっちゃい頭で考えてね、そうやってやってくる分をね、我々真に受けちゃいけません。ね、そっとしておいてあげましょう。では、本日よろしくお願いいたします。頑張りましょう。